すっぱらずにさらっと流れるジェルがいいの。ホールドツヤ感、全てが合致してるやつがあるってことですね。そして高コスパ、こちらでございます。出たー。お疲れ様です。お疲れ。本当に切っちゃうんですか。切るしかないでしょ。解任したし、俺の会も解任しますよ。そうですね、まあいろいろお客様からいつ切るのって毎日プレッシャーかかってるって。必ず切りますんで、よろしくお願いします。で、なんなの今日は。あ、そうですね、うん、あの店長がちょっとまだ髪があるうちにちょっと聞きたいことがありまして、はい、いいですか。いいよ。で、何番で何の整髪料、スタイリング剤を使えばいいかなと思って、うん、毎回スタイリングの時に悩んでるんですけど、うん、店長なら何を使うんだろうと思って、それをちょっと今日教えていただきたいです。じゃあまずね、ジェル、スプレー、ムース、バーム、オイル、大好きな5つのアイテム。おー、気になる気になる。髪があるうちに今回は配信していこうかなというふうに悲しい思います。よろしくお願いします。はい、です。チャンネルはパワースタイルを中心にゆるくゆるく配信しているチャンネルでございますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録といいねボタンが我々の配信のやる気を引き上げてくれますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。僕が愛用しているオイルはこちらになります。おー、 N ドットですね。ナイシングオイル。ナイシングオイル、香りがいい。めちゃめちゃいいですよね、うん、それ。色に対してのコスパもいい。おお、コスパもいいですね、うん、これね、もう女子受けいい。なんなら女子に使ってもらいたいね。カップルとかで使い分けてもいいですね。そうそう、うん、フルーティー、フローラルの香りですね。そうなんです。フレッシュな柑橘系と奥行きのあるフローラを重ねたみずみずしく上品な香りと書いてます。なるほど。はい、これがベルガモット、オレンジ、カルダモン、ミドルがジャスミンとティーノート、ローズマリーで、ラストがアンバー、ナツメグ、サンダルウッドです。なるほどね、はい、やっぱりこの柑橘糖の甘さの、ね、みたいなね、そこですね。うん、出していくんですけど、テクスチャーどんな感じですか。テクスチャーは本当にさらっと、めちゃめちゃ緩いですね、うん、はい、重すぎない感じ。おー、だから俺ぐらいロングなマンバにもさらっとなじむ。おー、いいっすね。伸びめっちゃ良さそう。さらっとなじみます。で、これでね、こうベースでつけて、その後スタイリングとか、うんうん、今日はオイルだけでいいなって時はこれだけこうつけて、バーム、バームはこちらです。こちらでございます。はい、リンクオリジナルとブロッシュです ね。そう、リンクオリジナルとブロッシュのコラボしたバーム。やばでね、コラボバーム2個あるんですけど、そうですね、こちらの121、このバームのね、香りやばいよね。いや、行かれてるっす、飛ぶっす。飛ぶっていうのやめて。ごめんなさい。もちろん香りも、もう最強なんですけど、操作性が抜群なんですよ。最高っす、これは。本当に使ってほしいっす、うん。ちょっとマンバーになりたての人とかが、面のツヤ感もね、ジェルとか、ムースとか、スプレーとか、ヘアセットするものじゃない感じで、ツヤも出してまとめたいってなったら、こちらのバーグ、ガチおすすめです。やばいっす。やばいっす。本当にやばいっす。何っすさ、まあマンバーもそうなんだけど、パーマスタイルっていうのね、めちゃめちゃ合いますね。ウェットにもすごい使えますし、馴染むしね。はい、最高ですね。で、手も洗わなくていいんだもんね。これもハンドクリームで 100% オーガニック、全身のスキンケアに使えるんで、そこが一番の注目ポイントですね。ただね、何せね、さっきはねコスパいいよって言ったけどね、コスパはねちょっとそこだけデメリットちょっと高めだ。そうですね、一応内容量が 70g 入ってます、うん、と4290円、そうなんです、税込みです。ちょっと高いんだけども、やっぱりね、それでね、リンクっていうのはね、ハイブランドなんで、そうなんですよ、バームの中では。そこをちょっと勘違いしてるんですね、うん、そことコラボしてるんで、まあこの価格設定でも、この価格設定に見合った質感、香りなんで、ぜひ皆さんね、こちらのバーム使ってみてください。ジェル、ついにここちょっと気になるとこ、ジェルいっぱいありますよ、うん、まんまねさ、伸びてきたらさ、やっぱさ、はい、どんなに硬いジェルでも、はい、流し終わった後のサラッとか、うん、まあそこですよね、酸っぱらずにサラッと流れるジェルがいいんだ。プラスホールド、ツヤ感、全てが合致してるやつがあるってことですね。そして高コスパ、こちらでございます。これはドンキディジェルです。これはやばい。これ赤色ですね。黒、黒はねちょっと硬すぎるかな。黒はもうちょっとショートぐらい、マンバンのスタイルでジェルで出したかったら赤。赤。おお。でね、黒も俺試したことあるんだけど、はい、黒だとやっぱね固まりすぎちゃって、バッキバキになっちゃう。そう。こう外すときにさ、もう輪ゴムとジェルがさ、ガッチガチになっちゃって、な、はい。
いやみたいな。確かに、うん、硬すぎるとどうしてもそういう弊害が。なんでそんな安いドンキのジェルって思うかもしれないんだけどね。そうですよね。このメーカーはね、なんといっても柳屋ポマードが作ってるんですよ。あのかの有名な、かの有名なポマードといったら柳屋というぐらいね、柳屋っていうのはもう老舗なんですよ。そうですね。その老舗の柳屋ポマードがドンキと提携を結んで作ってるものなんで、物に対してマジで安いっす。だってこれいくら、500円ぐらいだもんね。 330g 入ってる、一番入ってるじゃないですか。何の重量にも一番入ってますから。匂いがね、しかもね、ない無香料なんですよ。めちゃめちゃいいじゃないですか。だからさっきさ、リンクとかのバームだったりとかさ、オイルとかあるじゃん。喧嘩しないのよ。今ってこうさ、やっぱバーバーのさ、ジェルとかいろいろあるけどさ、ね、匂いがどうしても強いものが多いじゃん、はい、でもさ、これさ、匂いないからどんなシチュエーションでも使うことができる。確かに。さっきも言ったんだけども、あのね、マジでさらっと流れます。これそんなにですか。マジでやば。まあ、いろんなメーカーのジェル使いましたよ、はい、で、お湯で流した時にやっぱどうしてもね、酸っぱい感があるのよ、はい、これね、シリコンが多分めちゃめちゃ入ってるのか、サラッサラよ。全然突っ張らない。全然ビックラポンよ。ビックラポン、この値段でもういい、シャンプーしなくてもいいぐらいサラサラなのかね。全て満点じゃないですか、そんなの。で、乾き種でじゃあムースいこうか。お、ムースはちょっと気になるところ。たまに俺もムースも使うんだけども。本当ですか。こちら出ました。これはハード、ジオのね、ソリッドホールドムース。これね、ルベルさんも言ってたんだけども、最強最硬のムース。ガッチガチだね。いや、もうめっちゃめちゃ固まりますよ、ね、うん、ジェルよりも硬いよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ硬い、うん、なんなら人ちょっとさせるぐらい固まるし。とか言わない。すいません。例えばマンバになりたてでちょっとピンピンするな、そこです、ね、どうかなって人には超おすすめ。確かに。パキッとまとめれるんで。お、スプレー部門来ました、うん、お、これです。今巷を騒がせているキャラバン。キャラバンですね、うん、キャラバンはね、何がいいかっていうと、スプレーの霧の感じが個人的にすごい好き。めちゃめちゃいいですよね、うん、なんかこう、まんべんなくふわっといってくれる感じがあって。確かに。どうしても強くバッといくタイプあるじゃん。ありますね。そういうのじゃなくて、ふわーっと優しい感じで、いい感じがするんで、すごいね、使いやすいんです。若者っていうかは、ちょっとね、大人の匂いだよね。そうですね、大人の余裕のある匂いですね。そう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 、あ、こういう大人いいな、みたいな。それ一番しっくりくるですね。うん、そういう香りするんで。確かに。ハイエースじゃない、キャラバンですよ。日産ですからね。